ピンマイクね、この間のロケの時に壊れちゃってて、ずっと音声が壊れちゃってたんですよね。なんでちょっとこれ上げれるかどうか分かんないんですけど、あの 14-24mm のね夜景の撮影なんかをさせていただいてきました。まあ、非常にね、楽しいですね。 14mm の世界ってやっぱり日常とちょっと違うじゃないですか。なので、まあ、撮りながらね、こうでもないああでもないっていう風にできるのはね、まあ、ここに来てまた新鮮というか楽しい体験かなと思います。もうね、魚眼とかこの超広角の世界っていうのは面白い絵がやっぱり撮れるので、なんかここら辺ね研究しながらポートレートにもね何か活かせるような材料にしていきたいかなと思っております。というわけでね、本日なんですけれども、こちら今買うなら絶対に Z マウントがいいというお話をやっていきたいと思います。では本編スタート。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をねやっていければなと思っております。さてさて、今回なんですけれども、こんな話題、今買うなら絶対に Z マウントがいいということでね、 Z6II、Z7II をおすすめする3つのポイントということでやっていきたいと思います。今回は僕がね、なんで今 Z マウントを買うのがいいかと言っている、ね、理由をお話ししていきたいと思います。当然ね、あのカメラには様々な特性があって、いろいろな使い方をされている方もいらっしゃると思います。まあ、この特性があるからこのカメラを使ってるっていう方であったりとか、まあ、慣れ親しんだメーカーがいいという方もいらっしゃると思います。決してね、皆様に試行を強いているわけでもなくて、まあ、一つのね僕の意見というところでね、皆さんに楽しんでいただければなと思いまして、動画をお作りさせていただいております。まあ、反対意見、賛成意見というのもあると思いますけれども、ぜひね、あのコメント欄の方に、まあ、ゆるくね見ていただいて、ゆるくコメントをいただけると幸いかなと思います。というわけでね、3つのポイントやっていきたいと思います。まず1つ目、カメラのボディが完成しましたと。ニコンではこれまでね、一番初めに出したミラーレスカメラ Z6 と Z7 っていうのがありました。それがねリニューアルされて、今回 Z6II、Z7II ということでね販売されている、これから発売されるというような状況にあると思うんですけれども、この段階でついにねオートフォーカスのシステムであったりとか、ダブルスロットであったりという部分がしっかりと完成をして、ニコンのシステムとしてね、まあ、一つの区切りになったんじゃないのかなと思います。今までね、個人的な使用感として、まあ、Z7 しか使ってないんですけれども、オートフォーカスに関しては他メーカーと比べてしまうと、ちょっと足りないかなっていう部分がね正直あったんですよ。ですけれども、今回僕 Z6II を使わせていただいて思ったのが、まあ、各社最新のカメラと比べてみても、まあ、そんなにね大差のない、まあ、多少の凹凸はね機能ごとにあると思うんですけれども、素晴らしい出来に仕上がっていると思います。特にねニコンに関しては光学性の動画スチールの描写ということでね、その描写力に優れた一つのマウントが完成したということになるんじゃないのかなと思います。2つ目、レンズが拡充してきたと。 Z マウントはね開発されるスタートが遅かったということもあってレンズが少なかったんですけれども、だいぶね拡充されてきたと思います。そしてついにね F1.2 のシリーズも Z7II とともに発売されるということでね、12月の11日楽しみなんですけれども、例えばねあとマイクロレンズとあと超望遠の部分ですね、ここだけカバーされればもうねプロの人でも困らないぐらいのレンズ構成は基本的にはできているんですよね。しかもあのテレコンを使えばこの超望遠域に関しては 400mm まではカバーすることができるようになっているんで、まあ、ほとんどの方は困らないんじゃないのかな。スポーツカメラマンの方とかね非常に困ったりとか、あと鳥を撮る人ですね、やっぱ600欲しいよっていう方も困ったりはすると思うんですけれども、まあ、これはねおいおい更新がされていく予定ということで、もスケジュールが立っておりますので、こちらもね楽しみにしていきながらね、この Z マウントを楽しんでいける体制が整ったんじゃないのかなと思います。まあ、先日もお話しさせていただいた
広角側の大三元 14-24mm ですね。これも本当に素晴らしい写りだったので、この Z マウントにする意味、 Z マウントを使う意味っていうのはね、一つ確立されたんじゃないのかなと思います。3つ目、レンズがやっぱり素晴らしい。ニコンは光学のレンズの会社なんですね。 Z マウントは1917年に設立されたニコンの元となる日本光学工業株式会社という時代から現在に至るまでの研究された光学研究のね、末のマウントなんですね。マウント径は 55mm、 フルサイズミラーレスカメラのマウントの中で一番径が大きいレンズとなっており、さらにね、フランジバックも最短となっております。これによって一眼レフ時代に一つの壁となっていました F マウントのマウント径、このね、壁を取り払うことができ、よりね、描写に優れたレンズを開発することができるようになりました。レンズはね、ここ10年から20年ぐらいは間違いなくね、資産として機能をしてくれるものになります。例えばボディの性能が今後どんどん上がっていった時に、このマウント径のサイズが開発のボトルネックになってしまうなんていうことはないでしょうか。より精巧なレンズが求められる時代に、このマウント径がボトルネックになってしまうことはないでしょうか。またね、写真の写り、特にスチール面での写りに関しては、基本的にはこのレンズの性能が直接反映されていると言っても過言ではないと思います。それを代表する例としてはね、僕の中であるのはソニーさんの機種になるんですけれども、 α7R2 というミラーレスのね、初めの方に出たカメラ、2台目のカメラになるんですけれども、このカメラがありました。当時ね、このカメラ4000万画素を超えるカメラなんですけれども、描写が素晴らしいということで話題になりました。オートフォーカスも効きはするんですけれども、まだまだ全然効かないような時代のカメラなんですけれども、ここからね、現在に至るまで大きなスチール面の変化があったか、改革はあったかと言われると、言われるほどの変化はなかったと思います。特にね、低 ISO、 ISO100 とか200で撮っている部分に関しては、もう本当にそんなに大差はないんじゃないのかなと思います。それぐらいそのカメラが素晴らしかったっていうことでもあると思うんですけれども、やっぱりね、これの根底にあるところはレンズ、光学性能の限界というところになるんじゃないのかなと思います。これはね、センサーやシステムではなくて、あくまでもこの光学設計というのが写真写りに一番重要な影響を与える要素ということなんじゃないかと思うんですよね。そういった上で言うと、この Z マウントの光学設計は一番優位性がある、そんなね、マウントになっておりますので、ここ10年20年資産として活用していく上では、一番安心のできるマウントになるんじゃないのかなと僕はね、思っております。はい、というわけでね、今回は今買うなら Z マウントがいいというね、ところに関する僕の思いをお話しさせていただきました。当然ね、ツッコミどころもたくさんあったりとかすると思うんですけれども、基本的にはね、スチール面では一番特性というか優位性が出しやすい作りになっていると思うんですよね。僕はちょっとこの Z マウントの可能性っていう部分に関してはすごい惹かれる部分があります。ただね、現状の Z6II に関してもまだ全然使いこなせていない部分もあると思いますんで、いろんなね、撮影を乗り越えてね、この Z6 しっかりとね、持て余すことなくね、使いこなしていきたいかなと思います。今後ね、野外撮影っていうのを増やしていけたらなと思っているんで、いろんなところに行ってね、いろんな写真を撮りたいと思います。趣味的なものからも本当に作品的なものまでいろいろ出していこうと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録をしてね、ご視聴いただけると僕的にもモチベーションが上がりますので、何卒よろしくお願いいたします。ちょっとね、野外系の動画に関しては編集いろいろ考えるようになりまして、少しね、以前よりも見やすくなったのかなと思います。はい、というわけでね、本日のゆるフォト以上になります。皆様、良いカメラライフを。では。